はい、ニワンゴンベイです、先生。今年もね、1年、早かったですね。本当に1年間随分お付き合いいただきました。ありがとうございます。まあ、来年で3年目に入るんですかね。ともかくですね、先生たちもですね、一生懸命こう、私のですね、拙い動画をですね、見ていただきまして、ありがとうございます。コロナにですね、この状態においてもですね、おそらくこれを実行されている先生方はですね、そんなにこうストレスとかプレッシャーとかですね、いわゆる脱力感というよりも何だろう、そういうネガティブなねエネルギーはそんなになかったと思うんですね。何しろ本当明るくできてるか分かんないです。ですから本当にこの気候というのはですね、生活を豊かに明るく楽しくするものですから、かつこういうですね、非常時にこそ効果が出しますね。で、私の生徒さんで整体師、整骨院の先生もですね、非常にこれのおかげで逆にその活性化もしております。ですからね、本当にまた来年もですね、これに引き続きですね、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、今年の総仕上げの一つとしてですね、瞑想方法なんですけど、実はね、最近のあるこう瞑想をした一緒にやった方がいらっしゃって、その方はですね、2回ともこの頭が重くなったらしいんですね。痛くなったって言ってましたかね。集中しちゃうのか分かんないですよね。私本当何万人じゃないけど、相当瞑想とか呼吸法とか一緒にやったりしてるんですけど、たった3人だけですね、そういうふうに痛くなったりちょっとおかしくなった、意識がちょっと違ってる場合があります。で、まあ私のですね、この瞑想法っていうのは最終的にはこう雲、空気になっていくんですね。空気と一体となっていくんですよ。だから集中してこう固くなるんじゃなくて、逆にずっと自分が塵になって、本当に埃じゃないけど空気と一緒になって上に舞い上がっていくっていうような感じなんですね。ですから、まず体が6000兆から細胞があるとします。それがずっと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 全部ですね、体から出てくるんですね。それで1個の細胞をバッともですね、それをまた分解していって、ずっとそれが空気と一緒になっていって、それがこう皆さんにこうじわじわ伝わっていくっていう感じなんですね。だから非常にこうリラックスすると思うんです。で、逆にこれやってて頭が痛いなとか、あれストレスを感じんなっていうね、先生たちはですね、もしいてらっしゃったら、それはこうしんどいなと思いながら無理してやってる場合とかですね、ないしは自分でこうやりながら頭で考えちゃったりですね、そういった方が多いと思います。ですから、まずはこう手をパッと上げて、これパームアップですね。パームアップして背筋伸ばして、ゆっくり息吐いて、鼻からゆっくり吸って、ゆっくり吐いて、ゆっくり吸って、もうこれだけです。これだけでもって全然リラックスしてきますし、脱力もできます。それで試しにですね、自分でこうやってみて、ストンとこういう感じで落ちるからですね、意外とこれ落ちないんですよ。そういう感じになってくればですね、かなりこれも入ってきます。ですから、まずは、何も考えなくていいですから、自分の体がずっと、例えば100あったら100分の1からだん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 もっとずっとずっとずっと細かくですね、もう本当にこう細かく自分を細分化していって、それを全部表に出ていって、最後は自分が残らないっていうような意識になるようにしてもらうと、みんなとこう一体となります。その意識でやっていただければと思いますので、ぜひ来年もよろしくお願いします。どうも今年は1年ありがとうございました。ゴンベイです。